はい、じゃあ竜の祭典ドラゴン魂フェス、3ボックス目開封していきましょう。あれから家に帰ってきて動画2個アップロードして、今と動画撮ってる時間が8時半ですね。なんでちょっとこれから少しゆっくり休んで、まあ9時ぐらいに上げられればいいと思ってます。まあ予定通りね。まあ前回ビクトリーレアが、前回っつうかまあ今日だけど2個出たんで、2枚出たんで、まあ狙いとしてはまたビクトリーの闇のやつがちょっと出てほしいかな。闇のやつ、まあメビウスがもう1枚出るってことは多分ないと思っていますけど、あったら嬉しいですね。ちなみにワングーで買ったんで216円でしたね。はい、では開けていきましょう。1パック目、20パック入りです。ワンボックス5枚入りですね。ワンパックなんで12より安く買えて、かつ5枚入ってますね。ただあれなんですけど、あー、アルカディアス D、 いきなり来ましたね。レアカードです。ブルマックス、いきなりドラゴンですね。 99% 今回ドラゴン入ってますので、まあ逆に言えばドラゴンの入ってないパックを当てることが難しいっていう、今回は形になっております。一応ですけどね、まあドラゴン入ってないのもあるけど、ルナークロロ、ペトローズ、ベルヘルデリンネ、はい、来ましたね。これもデーモンコマンドのドラゴンです。セブンス、セブンスかなり強いですね。交換見ましたけど、はい、一応レア以上紹介しとくか今回。あとドラゴンも紹介、あ、いやいやいや、もうね結構この動画見てると思うんで、皆さん、まあ、動画止めてみてください。スーパーレア以上しか紹介しません。まあベリーレアとかね、ベリーレア出たっけ、ヤコウ、ドラグメントスロット、はい、来ましたね。ドラグハートクリーチャー、はい、ウェポンですね。まあこれはかなり使えると思ってます。ダークルピア強いですね。ジャジャンカイザー、狙いはやっぱりビクトリーレアがもう1枚来てほしいですね。せめてコンプしたいです、ビクトリーレアは。ただまあ難しいと思ってますけど、ジオフリード、腰がヘビー、ノースグランデ、ヘブンズダブルテイル、コルティオール、5パック目かな。タイマンドスクデ、ペトローズ、ルナークロロ、ショパン、母なる聖域ですね。まあこれがもう結構入ってます、この段には。なんで買う意味はあると思います。あー、このねパックのあれが飛ぶのが嫌なんだよね。リップオッピー、レアのバルガライゾー来ましたね。竜素記号、王子、アマテ、ラジアル、クリスタルコマンドのドラゴン、ドラゴンラモ、バジラセカンド来ましたね。もうこれで結構バジラセカンド揃うんで、ぜひ買ってみて、当ててみてください。まあ、だいたい10パックぐらい買えば、バジラセカンドは出ると思います。わかんないけど。箱押しディデイ、アリエース、百鬼夜行、ダークルピア、ウォールウェール、バビロニア、まあ前回2箱とも当たりだったんで今回厳しいかもしれません。腰がヘビー、タイマンドツクで、あー、ブラキオヤイバ、うわ、2枚目。かぶったガイアルアクセル。D
ディメンションチョーカー。これ結構いいカードですね。うわ、スーパーレア2枚目。これ多分ハズレアですね。個人的にハズレアってわけ。個人的なハズレアです。能力見たけど、なんか。これならキリコの方がいい。ルナークロロ、ジオブリード、クアートロドン、ジャジャンカイザー。あ、こいつ強いですね。ドラゴノイドのドラグストライクで、クアートロドン、ジュラシック、ジュラピの、ドラゴンですね。これ、一箱買えば結構ドラゴン揃うんで、本当におすすめです。やばい。今回は、ちょっと、なんか、外れ箱の危険が、ノースグランデ、アリエース、レッドブルマックス、ヘブンズダブルテイル、ポッピラッキー、お、これ結構優秀なんですよ。意外に優秀ですね。何パック目だろう。忘れた。リップオッピー、ハコーディシーディ、トロウルフ、デーモンコマンドのドラゴンです。ラグマトックス、パンツァー。てか、ドラゴン系は一応全部揃えますね。ワンボックス買えば。なんでまあ、本当にドラゴンが欲しいっていう人は、ぜひ買ってみるのありなんだと思いますね。一種ずつ多分揃うと思うんで。ドラグメントスロット、後期精霊竜、ペトローズ、百鬼夜行、セブンス、ザ・ファイナルカイザー。ザ・ファイナルカイザーは結構強いと思うんですけど、10マナなんですよね。しかも闇文明の10マナは結構重いっすね。ギャラブレはまあ確かにいいと思うけど、どうなんだろう。ジオブリード、腰がヘビー。おぉ、高型流程式キリコ。はい、今回スーパーレア外れですね、でも。これが来ちゃったんで。2枚目が、ちょっとね。でもまあ、キリコ結構当たりなんで、個人的に嬉しかったです。2枚目なんで。ただ、ブラキオヤイバーもう1枚持ってるのと、個人的な外れ屋ですね。あー、まあそうだよな。ビクトリレアもう2枚、前回で来ちゃったから、こんな感じの結果だとは思っていたよ。正直な話。3箱続けてってことはないと思ってたから。リップオッピー、タイム&ツクで、ノースグランデ、ラグマトックス、コルティオール。まあもうスーパーはもうこの時点で2枚出ちゃうと面白くないんですよね。まあこの段ってほとんどなんか、レアってスーパーがちょっといいのが入ってるので、スーパーが出尽くしちゃうともう、ほぼやることがないというかね。ペトローズ、レア、バザー、ガジーラゴン、来ました。またドラグハートクリーチャー、ディメンションチョーカー、ドラグスタイク。残りが、まあもう数レア出ないけど。残りがあと何パックだろう。1、2、3、4、5パック。ま、10分以内に終わると思う。5パックなら。箱 CDD、ルナークロロ、ドラグメントスロット、ヘブンスダブルテイル、ガイアルアクセル。あと4ですね。アリエース、コシガヘビー、アマテラジアル。いいですね。クリスタルドラゴン、ザ・ファイナルカイザー。残り3パック。まあでも、メビウス2枚出たんで、今回当たりですね。正直な話。ジオブレード、リップオッピー、アコー、ダークルピア、ニュートン、パンツ、専用パンツァー。ノースグランデ、ハコーシ DD、トラトウルフ、来ましたね。デモコマンドのドラゴン。セブンス、ガイアルアクセル。
まあ、多分ドラゴンワンボックスで揃いますね。あのドラゴンだけは、その種族の。多分ね。スーパー以上はちょっと2枚しか入ってないですけど。フラグメントスロット、タイマンドツクで、ペトローズ、ディメーションチョーカー、ジャジャンカイザーって感じでした。今回は、まあ、キリコ出たんでよかったですね。キリコ出なかった場合もどうしようかと思いましたけど、まあ。そうですね。まあ、ドラゴンは多分全部揃います。見た感じによると、ワンボックスで。その、まあ、あれっすね。まあこいつはあのハズレなんで、まあ正直嬉しくなかったっすけど、こっちが出たんでまあ良かったですね。はい、結構こいつ強いんで、はい、進化なんですけど、はい、嬉しかったです。ってことで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。